この軌道や鉄柱が町から消えてしまうのです。そうなるとスカイレールタウン緑坂って住宅地の名前はどうなってしまうのですか？ Ladies and gentlemen, welcome to Neko Niwa Channel。 皆さんこんにちは、Neko Niwa Channel の赤瀬です。今回は広島県にある日本で唯一の乗り物スカイレールに乗ってみたいと思います。なんとこのスカイレール2024年4月で運行終了してしまうのです。今回の動画はスカイレールの軌道をメインで撮影したマニア向け動画です。
かがでしたか？スカイレールは設備や車両の更新時期を迎えます。日本で唯一の乗り物ということもあって、部品が特注で、この軌道や橋脚などの修繕費用もものすごく高価になってしまい、廃止の理由の一つとなりました。今年の秋から5年30億円をかけて解体していくそうです。もう見られなくなってしまう景色をいろいろ残したいなと思っております。次回はスカイレールの上り下りの車窓からスカイレールタウン緑坂の景色をお届けいたします。それではこの辺でバイバイ。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。